例は、インド北部のラダック連邦直轄領最大の中心都市、商業、交通の中心地である、ラダック実地参観開発会議の議会がある、旧ートである。主な産業は、農業、観光である、チベット文化圏に属し、大部分がチベット民族である。そのため、インドのチベットとも呼ばれる場合がある。標高は、 約3650メートル。交通は不便で通常デリーから空路1時間で、霊空港に降り立つことになる。ランラ峠越えの陸路は下記しか通じない。霊は標高3650メートルに位置し、山々に囲まれている。主要なアクセス道路には、霊とすりながるを結ぶ434キロメートルのすりながる霊ハイウェイと、 マナリとレイを結ぶ473キロメートルのレイ、マナリハイウェイがある。どちらの道路も5月初旬頃から10月末頃まで開通している。杉流とマナリからのアクセス道路は冬に雪で塞がれることが多いが、インダス渓谷の地方道路は、降水量と降雪量が少ないため、通常は開いたままである。現在、新たな任務パドムダルチャ道路を建設中である。レは、 結編の区分上、寒い砂漠気候に属する。11月下旬から3月上旬にかけて長く寒い冬があり、冬のほとんどの最低気温は氷点下を遥かに下回る。冬の間、街は時折降雪し、残りの月の天気は、日中は一般的に晴れて暖かい。平均年間降水量はわずか102ミ、mm、リメートル。2010年。 例で鉄砲水が起こり100人以上が死亡した。例は平均標高約3500メートルに位置しているため、ほとんどの地域で年間1作物しか栽培できない。主な作物は裸大麦。例の人は主食として大麦から残パを作る。ラダックの農業用水は大麦畑が灌漑を最も必要としている3月と4月に不足するインダス川から供給される。 例には300近くの宿泊施設がある。また、市内にはタクシーや旅行会社が多く、ラダックの観光の起点になる。ありがとうございます。